京都7人衆の今週成績、ガチで高次元すぎる。常広青学9試合3勝3敗 42.2 回、西舘中央8試合3勝2敗57回、竹内国学10試合5勝2敗 55.2 回、細野東洋6試合1勝2敗39回、下村青学7試合2勝2敗 47.1 回、小坂アジア8試合5勝3敗 63.1 回、西舘選手7試合3勝3敗 62.2 回。こう見ると普通に超豊作やな今年。これに加えて小蛇とか上田大我もおるからな、やばいわ今年。断言するけど今年強豪くじ当てたチームはマジで得してるわ。小坂投げまくってんな。去年なら西舘選手でも2球団競合してそう。日本ハムのその年で一番良い選手を指名するって方針、マジなんやな、西舘すげえな。それは昔からガチや。昔からのポリシーやからな、菅野とか佐々木朗希とか松井裕樹とか、雄星とかちゃんと特攻しとる。西舘いいなぁ、浅野もめちゃ良いしやっぱくじ当てると一気に未来明るくなるな。くじ当てることの喜びを覚えてしまったわ。くじ外してるとか言うけど全部当たってた場合、田中正義清宮根奥川とかやったけど、言うほど未来明るかったか？ひでえなこれ。とうとう下級生に A 打者が結構おるな。今年の世代はあかんかった。西舘、何の心配もない。常広、イニング食えるなら心配ない。竹内、打てパリーグだし心配ない。この3人はマジで来年めちゃくちゃ活躍すると思うわ。ハムのドラフトって地味にヤバいよな。上沢と加藤抜けたらヤバいのに投手細野だけかよ。細野がどうなるかはすごく気になる。成功したら面白い。西舘常広竹内なんて例年ならこの3人だけで初回入札埋まってもおかしくないレベルよな。今年は豊作だから指名分散したけど。6大学ってもうオワコンなん。やっぱトートなんよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。